しいけど好きなの AOV なだけいっす私のこと好きかしらはっきり聞かせてボタンも取れてるポケット汚れて丸めたハンカチあいつもあいつも可愛い年下の男の子デートの時間に遅れるいつでもデートに仕掛けるあいつがあいつが可愛い年下の男の子
Thank you.
が長いのでちょっと緊張してるさっきは時間が持て余すなくて切っちゃうってすごい申し訳ありません。今日は赤レンガ倉庫ということで菊川市初の有形文化財、皆さん知ってましたか？お、知ってる、地元の方は知ってる方がいるかなというね、とても貴重な場所でこうやって開催をさせていただきまして本当にありがたいなと思っております。赤レンガ倉庫は昨日ふとね思い出を思い返してみたらメンバーが2人も卒業した場所だったなっていうのを思い出して、それでねさっきがソロでやるなんて考えたこともなかったのですごいなんか感慨深いなって思ったんですけど、こうやってね皆さん足を運んでいただいて本当にいつもありがたいなと思っております。ちょっと水分補給したりでもいいですか？皆さんもぜひ水分取ってくださいね。最近また暑くなってきたので、昨日寒かった雨もすごいしてるけどついでに寒気を見るけどはい、お待たせしました。水分取れましたか？そう、歌ってる時はお茶っ葉がね喉に来ると危ないんで歌ってる時は水にしてます。そう、本当はねあったかいお茶じゃなくて菊が深蒸したねもう飲みたいんですけど我慢してます、ステージの時は。はい、それでは次の曲はですね新カバー曲です。それでドキドキしてるんですけどもあるんですけど、皆さん多分というか知ってると思いますので、ぜひ手拍子とかねさっきみたいに温かく見守っていただけたら嬉しいなと思います。それでは聴いてください、チェリーブラッサム。
松田聖子さんのツリーブロッサムでした。松田聖子さんのね YouTube を何回も見たんですけど、マイクを右手で持って歌ってたんですよ。でさっきの癖はいつも左で持って、右手なんてこっちで踊るじゃないですか。でそれをやりたかったんですけど忘れてしまいました。あーちょっとね、本当になんか歌えば歌うほど緊張しててやばいですね。皆さん本当に手拍子とかありがとうございます。前半はねまだまだあのメインディッシュは後半にあるので、そっちもド緊張なんですけど、次はアイドルさんがよくカバーしてる曲に挑戦したいと思います。さっきの曲を入れて今日新カバー曲3曲もあります。カンペ？それでは聞いてください。多分ミックスができる曲だと思うので、今日解禁なんですよ。よ？緊張するわ。久しぶりじゃない？こういう箱でできるっていうのがね、嬉しいですね。自粛してた分ね、声が出ないかも。じゃあそれでは聞いてください。誇り高きアイドル。解禁なるな、イメージと過去を制する。
めっちゃ早歌ってました。この曲知ってる方います？よかったって言ったらなんですけど、よかった。え、多分あの、え、なんかめっちゃずれてた。なんサビ3回ぐらい歌ってなかった？最後歌ってたよね。あの C メロのすごいなんかいいとこあるじゃないですか。あのそこも多分早く歌いたくて歌っちゃった気がします。危ない。この曲めっちゃあのなんていうんですか、すごい歌詞が好きで、ハニーワークさんっていう聞いたことある方います？聞いたことある。おすごい歌詞が良くてね、これからもちょっと歌えたらいいなと思うんですけど、でこの絵をダンスも一緒にやりたくて、リハーサルの時にあのコードがあったんですよ。でお願いしてワイルス持ってきてくださいました。本当にありがとうございます。本当にね、あのたくさんの方に支えていただいて今日ライブができてるので、ぜひあの皆さんにね楽しんでいただきたいと思いますが、次の曲でカバーが最後になります。カバーがね、まだある、まだあるのって思ってたでしょ。カバー、次の曲も、新カバーなんですけど、これもミックスできるかな。できるかな。それでは聴いてください。可愛くてごめん。Like